みんな逃げて。ルーレットを回す。来い。来い来い来い。どう？13回。13。不吉な数字やぞ。さあどう？どうどう？逆に不吉な数字やけんこそ、なんか正解のとことかじゃない？お、ぽいぞぽいぞ。月のドリームフロアに到着だぜこの野郎。月、おお、まさに月面だに。なんだか宇宙に来たみたいだに。ほうほう、なかなかよくできたセットですな。このフロアはゴゴゴゴッドファーザー様が555年間で味わった苦い体験、宇宙空間をさまよっていた頃をイメージして作られた世界だ。その時の悔しさを忘れないためにな。へえ、それぞれのフロアには何かしら意味があるんですな。じゃあワルボはちょっと準備があるんで先に行って待ってるぜお前ら。何準備って。あ、ちょっとどこ行っちゃうんですか。とにかくあいつを追いかけてみるだに。へえ、またなんか追いかけっことかそういう系かな。じゃあちょっととりあえず回復だけしといて。さあさあ、あ、こんなところに、てか周りにもいっぱいなんか妖怪おるけど、他の部屋とかはないんかな。何このモニター。あ、これライト、え、違うか。まあいいや、とりあえず、ちょ、君邪魔だな、そこ。よいしょ。え、上がりにく、てか君邪魔。よし、ワルボくん。お、来やがったなお前ら。さっきは準備があるって言ってただにが、何の準備してんの。よくぞ聞いてくれたでお前ら。ワルボが準備していたのは、え、お前らをぶっ飛ばす準備だよ。ギギギ、やっぱりヨップくんみたいに変形するんだ。このフロアをクリアしたかったらワルボに勝って見やがれこの野郎。何急に、さっきまでただの案内係だったじゃん。ワルボ V5 バトルスタート。ヨップくんみたいな戦い方かな。狙う。怖いよ、声が怖いよ。ちょっと逃げて、みんな、みんな逃げて。そしてちょっと入れ替わりを。歯磨き夫人おいで。そして闇マロ。さあ叩け叩け。とりあえず今なんかためおるみたいやけん、その間に攻撃を。チャージ完了。お、いいね、大釜変化の術。こういうボス妖怪、妖怪じゃない機械やけど、ボスの方がきっちり必殺技を当てられるっていうね。でも逆に闇丸とかは当たらんのか。ちょ、ま、あ、待って待って待って。はい、豪快豪快寄って。はい、そしてちょっと豪快で守りを固めよう。いいね、チャージ完了。豪快な守り、イエイ。あ、ブラスターが使える。よっしゃ、妖怪ブラスターメダルセット。じゃあここで、うわ、いけね。不思議、はいはいはい。あ、来ないな、これは普通にアタックモード。さあ行くぞ。いていていてって言われる。めっちゃ怖いんやけど。さあ当たれ当たれ。あー、もうダメかな。クソ、フィニッシュ。あ、やばいやばい、みんな逃げて、みんな逃げて、みんな逃げて。はい、お願いお願い、早く早く早く。あ、よっしゃい、逃げれた。大釜がいけんな。ぜぜぜ、全部出すぞ。何を出すの。うわ、怖っ、何事、怖っ。怖っ、なになになに。あ、なんか、なんかくれた、ありがとう。早く早く拾いたい。次闇マロが拾えるかなこれ。よっしゃ、いける。はい、拾って、それを拾って使うんだ。あー、ルーレットが
ースバスター発射。イエーイ。お、ルーレット全然誰もおらんとこに止まったぞ。イエーイ。つまらんわい。サボるな、サボるな、サボるな。なんか大釜の助けが消えたけど。とりあえず、とりあえずほら闇マロ前に行って追撃ができるように揃っといて。やめろって言われるけど。大釜がまだいかんな。あ、取り憑かれた。お祓い、助けてって言おる豪快が。でも意外と簡単に倒せそうな感じね。お祓い完了。あ、やべえ、みんな避けて。はい、避けて避けて避けて。はい、シャッシャッシャッ、オッケー。そして、はい、大釜がいけるね。攻撃回せ回せ。あ、まっ、あ、大丈夫よ、大丈夫か。よかった、ほら、いいね。そしてチャージ完了からの大釜変化の術、いい感じじゃない。今まで向こうの必殺技一個も当たってないけんね。はい、ブラスター、要塞ブラスター、メダルセット。ってことで、もう一回不思議いきます。はい、来い。はい、あー、来ない、これ。通り過ぎた。アタックモード。あとちょっとや。これはいけるんじゃないの？どうよ。どうよ、どうよ。あ、いけそう、いけそう、いけそう。ほらほら。あーあとちょっとやった。フィニッシュ。惜しいな。くそ。んで、まだいけないな。ん？なになに？じゃあちょっと豪快。はい、豪快で守りを固めます。チャージ完了。あ、待って。これ真ん中来るんじゃないの？大丈夫？早く早く。豪快早く。豪快な守りからの、はい、避けて。大釜避けて。はい、オッケー。イエーイ。いいね。闇マロがな、闇マロのね、必殺技が当たる場所に行ってくれないんだ。お、やっつけた。イエーイ。避けまくって守りを固めまくっての勝利。イエーイ。途中一回ウィスパーも助けも入ったもんね。あのレーザービームみたいなのも良かったよ。超経験値玉ゲット。お、何、コエルナが進化しそうだ。進化させますか。ほい。めっちゃのんきな音楽の中、コエルナはエンラエンラに進化した。かわいいよ。エンラエンラの情報を妖怪大辞典に登録した。あんなかわいいのからこんな美女に進化すると思わんよね。エンラエンラの妖怪メダルを手に入れた。お、というお、妖怪大辞典が震えている。ページの最後をチェックしよう。ページの最後。あ、ごめんね、まだこれが。まさかお前らがこのワルボに勝っちまうとは。ふう、いきなりバトルだなんてびっくりしたよ。仕方ねえな。月のドリームフロアクリアだ、この野郎。イエーイ。クエスト激戦月のドリームフロアバッチリ解決。これで一応これボスってことやったんかな。ワルボくん、深い漢方ゲット。ルーレットボーナス。そっか、一瞬誰がおるんかと思ったよ。エンラエンラになったんやっけ。さあ来い。超経験、あ、ギリギリ。ベリーベリーソフト。んで、一回あれよ、大辞典の一番最後。一番最後。どこどこ？どこ？あ、これ？これ？あれ？一番最後。揃っとるところか。ちょっと待って。ということは、どれだ？これか！これか！はい。紋章が光り輝く。おー、来た。レジェンド召喚。おー、
にゃん。イエーイ。それがし、武士にゃんでござる。お主の友となるでござる。やった、かっこいい。武士にゃん。かわいい、かわいい。レジェンド妖怪でござる。武士にゃんと友達になった。ニックネームはいいです。武士にゃんの情報を妖怪大辞典に登録した。手に入れたメダルは妖怪大辞典に送られた。いや、素敵よ、武士にゃん。やったね。言っときますが、ワルボに勝ったって意味ないんだぜ、この野郎。この野郎とか言わないでよ。ってことで、とりあえず回復して。ほい、それじゃあ次の回へ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。